僕らの日本。お兄さんと変なハト二人と一緒に物知り博士。2013年度多摩美術大学映像演劇学科卒業制作展髪の毛ゴッドフェスティバル、企画紹介その13。はい、ということで、はい、埼玉県出身ですね。だね。ですね、22歳、うん、フレッシュな赤堀修吾くんに来ていただきました。はい、こんな老け顔ですいません。つかみもバッチリということでですね本当だよ。質問ボックスの方一つ引いていただいてもよろしいでしょうか。はい、今回、特撮ということですけども、今回 その特撮の作品、どんな時にこの制作のネタが思いついたのでしょうかということで、初期の企画とだいぶ形が変わっちゃったんだけど、そうだね、やっぱ1年生の時からもう特撮撮るっていうのは決めてたから、まあでも最終的に企画思いついたのって4年生の時に、3年の時にじゃあこういう企画で行こうって言って、で最初の企画になったんですけど、でそこからまあ浮き寄せておいて、まあバイトしてた時かな、バイトでずっと走り回ってた時に、そう、あ、じゃあ今度はこういう話に変えようって、4年間の思いがだんだんこう形を作られていったという、そう瞬間だった。それでは最後に作品の、紹介をカメラに向かってお願いします。はい、作品名から、あれが今、まあ、ズバンとヒーロー名で、ですなんですけども、僕が監督脚本を書いて、おまけに主演までやってるっていう恐ろしい企画なんですけど、してこんな格好で申し上げると、僕も実はまだスーツ現存してるので、まあ、作品も、まあ、肩の力を抜いて笑って見て笑顔で見ていただければと思いますね。当日は僕も、そのスーツ着て会場内カッポしているかもしれないので、まあ、その時は皆さんそういうサービスもそういうサービスもねちゃうぞという、はい、あ、もう始めて大丈夫、うん、はい、どうぞ変身します。はい、じゃあ変身するので皆さんちょっと待っててください。ちょっと待ってて。あ、喋れない。はい、喋れない。わかりました。ということで、じゃあなんか一つ質問を引いていただいてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。あ、今回の卒生で注目する作家さんは、アルガイマさんの新作会全部出席されたということで。どれが一番こう見どころというか、全部どれが面白かったですか。あ、山本圭介さん、はい、ということだそうです。ぜひ皆さんアルガイマーさんと、握手したい方はぜひ髪の毛にいらしてください。それではアルガイマーの予告編を、あ、いいですか、 VTR 給油してください。予告編をどうぞ。地球は静かに危機を迎えていた。外宇宙の遥か遠方より肉体を持たない未知の生命体が飛来し、コンピューターから人々を拉致し、肉体を手に入れようとしていたのだ。天才科学者ジン・マキナ、リッパーと名付けたその生命体がいずれ実体化することを予知し、それに対抗しるシステムを作り上げた。その名は